Bonsoir tout le monde. Alors, on est lundi, j'ai un petit retard d'une dizaine de minutes environ. Non, c'est bon, j'ai une espèce de bug visuel bizarre. Bref. Donc voilà, on est lundi, donc il est l'heure de streamer environ à peu près. Mais est-ce qu'ils font n'importe quoi? Donc on va continuer Genshin. J'ai pas beaucoup plus joué que ça. Comme d'hab, j'ai dit que j'allais continuer, mais j'avance pas du tout. Bref, j'ai juste trouvé le gars qui parlait en m'approchant de la zone. Voilà. Go. Rien de plus à dire. よいみやちゃん、俺の読み通り、やっぱり来たね。用件は言わなくても大丈夫。花火の材料を探しに来たんだろう。よいみやちゃんのために、一袋残しといたよ。でもよ、足りるはずだ。いやさ。え、ほんま？なんでわかった？花火大会の時期になると、いつも材料になる鉱石について聞き回ってるだろう。毎年、花火の追加注文を受けてるし。だからもう慣れっこさ。そっか。いつもありがとうな。気にしないでくれ。たとえ商売はやめても、よいみやちゃんの頼みは断らないよ。それで、こちらのお二人が今回の注文者？気にしないでくれ。別に問題ないさ。この前、俺が息子と喧嘩したとき、よいみやちゃんがあの子をなだめてくれたんだ。俺は息子と話すのが下手でね。よいみやちゃんじゃなかったら、今頃あの子は家出してたかもしれない。そんなことあらへん。あの子繊細やから、森彦さんのことめっちゃ気にしとったで。ただ、あんたとの接し方がわからへんだけや。もうちょいにっこりしてみたらどうやろ。ほなら息子さんも緊張せんで済むと思うで。そうか。普段から厳しく接しすぎてたのかもしれないな。外で他の人と話すときはもう少し柔らかくできるのに。そう思い詰めんといて。誰にだって得意不得意はあるさかい。また似たようなことで困ったらいつでもうちに相談してな。花火の注文やなくても構わへん。お客さんは神様やから。ああ、そうさせてもらうよ。みんながよいみやちゃんを褒める理由がわかる。龍之介さんも鼻が高いだろうな。鉱石は持って行ってくれ。モラは払わなくて大丈夫だ。え、あかん。絶対あかんよ。構わんさ。俺からの礼だと思って遠慮なく使ってくれ。せやけど借りができてま。商売には商売の掟があるやろ。うちを困らせんといてんな。そう言わずに受け取ってくれ。まだ仕事があるんだろ。ほならモラの代わりにとりあえず帳簿に書いとくわ。今度花火を割引したる。お前って子は本当に。なら宵宮ちゃんの好きにするといい。それとお父さんにもよろしく伝えておいてくれ。これからも体に気をつけて花火を楽しませてくれって。ああ、森彦さんも仕事ばっかりしてへんで体に気ぃつけてな。よいみや、人気だな。あるで、うちが何でも手伝ってくれると思うとった人もおったわ。せやから「待ち、こんなん花火屋の仕事やないやろ！」って言い返したんやけど、みんな全然聞いてくれへんのや。仕方あらへん。まあ気にするほどのことでもあらへんしな。とにかく鉱石も手に入ったし、あとは職人さんに加工してもらおうか。材料の問題はこれで解決やな。
どうせ花火の材料のことだろう。どうやら花火大会の時期に宵宮が忙しいのはみんな知ってることみたいだな。悪いけどちょっとだけ待っててくれる？今武器の注文が溜まってるんだ。あーまへん平気や。あーちゃうか、全然平気ってわけでも。ほんなら手伝ったる。ここの武器が全部完成したら鉱石の加工をしてくれるってことやろ。そうだね。でも師匠に聞いてみないと。大丈夫やんな先生。長野原花火大会が時期に始まるし、先生も分かってくれるやろ。まだ完成してへん花火がぎょうさん残ったるんや。もし間に合わへんかったら。相変わらず口うるさい小娘じゃ。雨の魔流では全身全霊の力をもってして鉄を打ち続けるため忍耐を必要とする。焦って打てば刀に悪影響を与えてしまう。よそ者が隣で催促しても初めの心を乱すのみ。ですがもうすぐ長野原花火大会ですし。じゃから鉱石はわしに任せろ。お前は仕事に集中するんじゃ。師匠自らですか？そう大声を出すな。今はこれしか方法がなかろう。おおきに先生助かるわ。気にせんでよい。長野原花火大会がどれほど重要なものかわしもよう知っておる。龍之介にも世話になっとるしな。虫はできん。にしても小娘、今後はもっと計画を立ててから行動しろ。毎度騒ぐしくてかなわん。気ぃつけるようにするわ。これからはもっと材料用意しとく。小娘が気をつけたところでたかが知れとるが、とにかくそこで少し待ってろ。さすが先生、この粒の形とキメの細かさ、うまいこと言葉が見つからんけどすっごい綺麗やわ。久しぶりに道具を手にしたチュンにこの手際の良さ、さすがや。当然じゃ。生涯かけて学んだこと忘れたくとも忘れ。ずっと昔から雨の魔流と長野原花火大会は協力し合ってきたのか？最初はわしの師匠と龍之介の父親じゃった。代が変わっても花火に必要なものは変わらん。はじめ、これからはお前がこれを作ることになるぞ。はい、分かっています。ほなうちは邪魔せえへんように退散するわ。花火見に来てな。よし行くで。次は高一んとこに戻るか。まだ戻ってへんかもしれへんけど先に行って待っとこ。Non, elle est récupérée la quête bleue, histoire de l'avoir en poche. Ça me fait du contenu à faire pendant les. Quand j'ai rien à faire. Voilà, tout simplement. Quand je rentre de bosser, par exemple. Pizza d'un autre monde. Lol. Pourquoi j'ai autant de mecs? C'était plus simple de. Bref, on s'en fout. Qu'est-ce qui aurait été plus simple?
Je sais pas si vous avez manqué quelque chose. L'impression que l'internet va me casser les couilles encore. Je vais chercher mon frère. Vérité. うちの友達に冒険者がおるんやけど、その子から教わった言葉で、ゴールだけを目指して走っとると、道中の出会いや感動を無駄にしてしまうっていうのがあるんや。せやけど大丈夫や。うちが負担を軽くしてる。きっと楽しなるで。最後はここを去ってまうかもしれへんけど。素敵な思い出が残るとええな。ほんで家族が見つかって旅を思い返したとき、稲妻が家にぴったしやって思ってほしい。あんたらに送る花火の色や構図も思いついたで。でもまだ内緒にしとくわ。よいみや、待たせたな。船はあそこだ。てやり話の邪魔しちゃったか。そっか、じゃあ行こう。あまり目立たないようにな。でもコソコソするんじゃないぞ。逆に疑われちまう。雷雨にも耐えられる船ってことはかなり丈夫なんだよな。もちろん、質なら安心しろ。Confirmer l'état du bateau. Ah oui, c'est vrai. On était venu voir un gars pour un bateau. Et après, vu qu'il devait le préparer et tout, on était allé chercher d'autres machins. Il faut plus d'énergie pour planer. En tout cas, elle a pas voulu planer. Bah non. Ça va, c'est pas.こいつであの雷雨に挑むのは危険だろうな。これは最後の手段や。うちかて作次郎をこれに乗せるんは心苦しいしな。にしても光一、また腕を上げたんやないか。勘弁してくれ。全部仲間たちのおかげさ。バレないようみんなで作業を分担して夜にこっそりと組み立てたんだ。大きさはこれが限界。これ以上大きくしたら天領奉行の目をごまかせなくなる。わかった。ほな船は一旦ここに隠して、うちらは作次郎にこのことを伝えてくる。だんだん不安になってきたぞ。こんなことしたらお前も共犯扱いで天領奉行に追われるんじゃないか。せやからなんや。この件に手貸した時から心の準備はとうにできとる。うちはシャブ業とよう協力しとる。稲妻で何らかの行事をやるって時は他の2つの奉行も依頼してくる。おとなしくしとけばそうちょっかいは出してこうへんよ。それに共犯言うたらあんたらも行さん手伝ってくれとるやん。そうだな。今さら抜けたって手遅れか。おお、経験者やったんやな。心配しとったけど杞憂やったようや。ほな光一、今回はほんまにありがとうな。花火ももう完成しとるから出会いとるときに取りに来てや。ついでに父ちゃんから船の代金もろうといて。もらならいいって。それにお前にもらを支払わせたなんて姉さんが知ったら俺が怒られるだろ。姉さん
なん？うちが説明したる。うちも父ちゃんから聞いた話なんやけど、昔稲妻にとある商会があって、えらい盛んやったそうや。当時同じ時期に子供が十数人生まれてな、その子らは幼い頃から親に商売を叩き込まれてきた。みんなえらい仲良しやったらしい。ほんである日、みんな独立して新しい生活を始めたんや。でも商人やからあちこち行かんとあかんやろ。そのうち会える時間がどんどん少なくなってもた。そして一番上の兄さんが提案したんだ。別れる前に一緒に花火を見よう。ジャンロングセットの冊子を。深い志を持っとって、商売に自分なりの見解を持っとった。だんだんとみんな稲妻を離れてって、残ったのは高一だけになった。全員揃うんは無理やけど、誰か一人でも帰った時は花火を見るんが恒例になっとる。ああ、親しい人でも長く離れていると壁を感じるようになる。それは仕方のないことだ。でも一緒に花火を見上げてる時は一瞬だけ子供の頃に戻れた気がするんだ。あの頃の思い出は。なるほど、ヨイミヤが前に言ってたお祝いってこういうことを指すんだな。そうや。せやからみんなの花火への期待を裏切るわけにはいかへんのや。ほな、作次郎が待っとるし、そろそろ行こうか。小一、船のことありがとうな。ああ、俺もここから離れるとするよ。捕まるのはごめんだからな。そういえば小一が紹介の友達を紹介してくれるた。小さい頃のことやし、それに人数が多すぎてよう覚えてなくてな。ほんである日、高一がまた見たことない友達を連れてきたとき、ついこう言うてもうたんや。せや、昔遊んでくれて抱っこしてくれたやろって。ほなら高一に笑う。あれでしょか。そいつは大工をやってる友達で、老けて見えるけど、うちとそんな年が変わらんかったんや。気まずいし恥ずかしいしで顔真っ赤になってもうて、うちずっと謝っとったわ。あれ、レシミ。船は用意できたで。場所は地図に印つけといたから確認しといてや。それと食料と水を用意しとき。備えあれば憂いなしって言うやろ。うん。でもせっかく帰ってきたんだ。もう逃げたくない。それに小舟一つで雷雨に挑むのは無謀すぎる。せやけど天領奉行に捕まっても結末は同じや。遅かれ早かれここにも天領奉行が来る。悠長に捨てられへんで。すまない。本当に奴らがここまで来たら早々に逃げるよ。君に迷惑はかけない。謝らんといてや。万が一の状況になってもうちがどうにかしたる。ほんまに天領奉行に追い詰められた時は迷わず船へ逃げるんやで。うん、絶対に捕まらないようにするさ。でもこのままじゃ稲妻に帰ってきたのはとんだ無駄足だ。こうまでして稲妻に帰ってきたのにはなんか理由があったのか。昔の僕は稲妻が嫌いでこの国を離れたんだ。でもそれは責任から逃れるためだった。そのことに気づいてからずっと心がモヤモヤしててね。稲妻に置いてきたものを思うと、いや、もう手遅れなんだ。心残りを埋めようとした結果がこの有様ってわけさ。そっか、出へんから。あんたが決心するまでもうちょい時間を稼いだる。天領奉行、天領奉行が邪魔せえへんかったらどうにかなるのに。あ、嘘や。常連さんの中に老夫婦がおったな。確かそこの息子さんが天領奉行のお偉いさんやった気が。とりあえず会いに行ってみるか。どうにかなるかもしれへん。でも通報される可能性もないか。
心配あらへん。めっちゃいい人やから大丈夫や。あんたは部屋に隠れとき。うちらがパパッと行ってくるさかい。さあ急ぐで。時間があらへん。あかん。まだ花火と花火の材料と注文がぎょうさん残っとるやった。父ちゃん、父ちゃん。はあ。まあええか。父ちゃん、うちが短冊を書いてあるから花火は任せたで。さっき、なんでオイラの言葉を途中で遮ったの？なんか。今のあいつに必要なもんは答え。お出まねでね。Alors, là, あらよいみやちゃん、いらっしゃい。どうぞ上がっていって。お隣の方はお友達？そや、遠いとこから来た旅人や。他の国から今の稲妻に来るなんて大したやつやろ。書かないよ。しっかりおもてなししてあげないと。せやな。それと二人の花火持ってきたで。おお、ありがとう。毎年世話になるね。昔はお父さんに、今は宵宮ちゃんに。生きてるうちに長野原花火屋の次期当主を見れるといいな。大丈夫よって、まだまだ元気やんか。縁起の悪いこと言わんといて。でももう昔ほど元気ってわけじゃないのよ。昔は田植えをしたり水を運んだりしても大丈夫だったのに、今は少し働いただけで腰が痛くなるの。昨日も雑草を抜こうとしたら腰を痛めちゃってね。そうやったんか。ほな、うちが草刈りしてるで。大丈夫だよ。せっかく宵宮ちゃんが来たんだ。働かせるわけにはいかない。お茶と菓子を持ってくるから、ゆっくり話そう。気にせんといてよ。昔もよくお手伝いしとったやろ。最近は花火大会で忙しいけど、落ち着いたらまた来るさかい。そうそう、オイラたちにとってこれくらい朝飯前だ。遠慮するなって。まあ本当にいい子たちね。うちのことは大違い。いい年して結婚もせず家にも帰ってこないのよ。それじゃあお言葉に甘えて手伝ってもらおうかしら。それと草刈りの他にも、この大根漬けを村の向こうに住んでるサトルさんのとこまで届けてくれる？わかった。ほな行ってくるわ。ついてきてくれるか？じいちゃんもばあちゃんも足が悪いんや。草刈りしたら大根漬けを届けに行くで。サトルちゃんは村の向こうに住んどる。行こうか。ええ、サトル。サトルおじちゃん、最近調子はどうや？ぼちぼちだよ。特に変わりはない。あんたも相変わらず元気そうで何よりだ。龍之介さんと二人でやっていけるのか。無理そうだったら俺に言ってくれよ。手伝いに行くから。平気や。花火のことなら無理なことあらへん。そうそう、これ香里ばあちゃんからのお届けもんや。大根漬け。おお、ありがとう。昔は大根漬けが苦手だったんだが、香里おばさんのを食べてからその味を忘れられなくなっちゃってね。今ではすっかり家族全員この味の虜さ。家族はみんな元気か？ああ、みんな変わりないよ。たまに喧嘩もするが、家族ってそういうもんだろ。そばにいてくれれば喧嘩したっていい。離れ離れになるよりマシさ。今谷さんとこはおじさんもおばさんも仲がいいけど、子供がめったに帰ってこないから
きっと寂しい思いをしてるだろうな。見た感じ平気そうやったで。もう慣れてもうたんやろな。せやけどおじちゃんが言うことにも一理あるな。これからはもっと遊びに行くようにするわ。話し相手がおったら寂しさも紛れるやろし。ああ、こんだ村のみんなも宵宮ちゃんが来るのを楽しみにしてる。なんや照れるな。用事も済んだことやし、そろそろ戻るか。Bon vieux couple. Wakai ko wa sugoi ne. Konna ni hayaku owarase chau nante. Wakamono wa taiyoku ga atte, otoshiyori wa chisuki to keiken ga hofu. Se ya kara dochi mo dochi ya. So ieba, kotoshi de fufu seikatsu mo50年目だな。ええ、1年1年ただ前を向いて過ごしていたらいつしか50年も経ってたわ。50年？そんな大事な日なのか。50年前母さんが俺を追いかけてた頃が懐かしい。もう何でたらめ言ってんのよ。あなたが私のことを追いかけてたんじゃない。そうだったか。まあとにかく50年前の長野原花火大会で俺は母さんに結婚を申し込んだんだ。そして今こうして一緒に過ごしてる。本当は結婚を申し込む勇気がなくて不安な気持ちのまま長野原に花火を頼んだんだ。花火が打ち上げられた瞬間もどんな言葉でこの気持ちを伝えたらいいのかわからなかった。でも空に花火が咲いて彼女の横顔を眺めていたらその目に映る光がキラキラと綺麗で気づいたら自然と言葉が出ていた。そして幸いなことに俺の申し込みを受け入れてくれた。この50年長いようで短かったわ。あっという間だったわね。共に歩んできたこの50年、ちゃんとお祝いしないと。50年の節目やって知ってたらもっと豪華な花火を用意しとったのに。大丈夫よ、昔のままの花火で十分。毎年花火大会で同じものを見てきたから逆にそれじゃないと寂しいわ。花火を見るとあの日のことがよみがえるの。こんなおばあちゃんになったけど過去の自分の判断に一度も後悔なんてしたことない。本当に仲がいいんだな。そうだ、俺たちのことはさておき、今は花火大会で忙しい時期だろ。何か用があったんじゃないか。あんな、実はちょっと言いづらいんやけど。作次郎が帰ってきたんだな。え、知り合いやったん。うちの子の幼なじみなの。小さい頃はいつも二人で遊んでたわ。お互い隠し事なんてないくらい仲良しで一緒にいろんなところへ行ってた。だけどある日すごい口喧嘩をしてね。それっきり。あの頃の作次郎は外の世界に憧れていた。稲妻はあの子にとって平穏すぎたんだろう。けどうちの圭介は小さい頃から俺たちみたいな穏やかな暮らしに憧れてた。子供というのはひょんなことから大喧嘩をする。作次郎はたった一人でここを離れていったよ。そうやったんか。圭介は何も言わないが俺と母さんには分かる。あの子は悲しんでるんだ。それなのに本心を口にできず苦しんでる。意地になってるのかもな。その後圭介は天領奉行に入り滅多に帰ってこなくなった。
他のことなら私たちがケイスケに頼めば助けてくれるとは思うけど、作次郎のことになると難しいだろうね。こんな偶然ってあるか。そうやったんか。作次郎に帰ってきた理由を聞いても過ちを犯したからとしか言うてくれへんかったけど、そんな過去があったんやな。あいつの決心がつかへん理由がやっとわかった。幼い頃は親友だったのに、今は天領奉行と、その天領奉行に追われる身になってるなんて。わかった。それなら無理に頼んでも逆効果やろな。作次郎はうちらで何とかする。だから二人は気にせんといて。この件は作次郎と圭介の二人で解決せなあかんと思う。元通り仲良くなってくれるといいんだけど。もうこんなにも時間が経ってるんだ。過去のいさかいもそろそろ水に流すべきだろう。どうしたらええやろ。ひとまず。Ok, super, merci. J'ai bloqué dans je sais pas quoi. Enfin, la barrière, mais. Genre, j'ai sauté par-dessus et genre, glitché à travers. Yuimiya, taï heya. Tu sais qui, t'es une nouvelle bougie en achetant un rose et qui autre? Non, mais. まさかバレてもうた？父ちゃん平気やったか？何もされてない？花火大会の準備で部屋中が火薬だらけやさかい、素人がいじくり回したら火事が起こるかもしれへんって言うたんやが、全然聞く耳持たんかった。作次郎がきっと中におる言うて。せやけど作次郎は事前に感づいて窓から逃げとる。天領奉行に捕まらんで済んだわ。あっちゃん作次郎まだ決心できてへんはずやのに。父ちゃんどこに逃げたかわかる？このままやと天領奉行に捕まってまうで。せや、名前、急にここに来るなんてきっとあのケイスケって人や。やないと密入国で人を大勢よこさへんやろ。いや、名前はわからへん。それに顔もよう覚えてへん。ただ向かった先なら分かるで、城を出てったわ。甘いわ。よう聞こえんくて。名前なら聞こえたぞ。さっき知り合いのとこから鉱石を持ってくる途中ちょうど見たんだよ。先頭にいた人はケイスケって呼ばれてたと思う。やっぱそうやったか。おおきに。作次郎はまだ決心できてへん。このまま二人を合わせても問題が悪化するだけや。そないなったら取り返しがつかなってしまう。一緒に来てくれへんか。道沿いに手がかりを探すで。Alors, feu d'artifice.ヨイミヤ姉さん、フクロムジナを追い払う武器完成した。それなら龍之介おじちゃんに任しとる。後で見に行ってみてや。お姉ちゃん遊んでくれないの？かんにんな。お姉ちゃん他に用事があるんや。また後で戻ってくるさかい。せや、戻ってきたらアメちゃんあげとる。好きやろ？あまあ、やめちゃん。よっしゃ、アメちゃん大好き。それでな、聞きたいことがあるんやけど、さっき怖い顔したおじちゃんを見ひんかった？見たよ、誰かを追っかけた。あのおっさんたち、まさか妖怪を見つけたのか？いやいや、心配あらへんよ。おじちゃんたちの勘違いやから。あんたらはおとなしく城内におるんやで。
花火大会が始まるのを待ちながら遊んどき。うん、おとなしくしてるよ。宵宮姉さんの言うこと僕たちちゃんと聞くから。こっちで間違いなさそうや。追っかけよ。作次郎がまだ決心してへんかったらうちらが助けるしかあらへん。Ah, on pourra aller récupérer ça après. Allez! Ah, c'est un peu de temps! 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 C'est un peu de temps!OK. Il y a Beidou dans mon équipe. Ah non, c'est normal. Pardon. するとはいい度胸だな。このような所業、天領奉行は許さんぞ。どこに逃げようと必ず中罰を下してくれる。おっかないこと言うた割に逃げ足が早いな。無駄な時間を使ってしもた。この先におるはずや。行くで。Ok, je vais chercher. Non, il est en bonne posture, le pauvre. Son kensu shi, zenzen joutatsu shite nai na, Sakujiro. Omae ni shousan wa nai to, juubun ni wakatta daro. Saigo ni, kimi no te ni kakaru to wa ne.負けを認めるよ。これも僕の運命。言い残すことはない。お前がこの国に帰ってきたのは俺の考えを認めたからなんだろ。好きに思うがいいさ。さあ天領奉行まで来てもらうぞ。この船を作った者も処罰を免れないだろう。待ち、そう簡単に突き放したらあかん。お互いに言いたいこともあるんちゃうか。見覚えのある顔だな。確か長野原家で花火を作ってるおせっかいな小娘だったか。ここはお前の出る幕じゃない。下がってろ。大丈夫だ宵宮、過去のことを語ってもどうしようもない。ならなんで苦労してまで稲妻に帰ってきたん。散々迷っとったのは何やったの。こうやってちゃんと話したいからやろ。こいつと話すことなどない。お尋ね者と天領奉行の役人に話す余地などないのだ。かつての友情に免じて決闘の申し出を受け入れたまで。昔と変わらないふぬけた剣術だったがな。なんでそないなこと言う。もう嘘はやめや。あんたの部下を見張り役に残して一人もここに近づけさせへんかったのは話す機会を望んでたからちゃうの。なんで二人とも話したいって顔しとるのに何も言わへんのや。お前の考えすぎだ。大体何も知らないくせして。いいよ宵宮、この気持ちは僕だけだったみたいだ。あかん、まだ何もできてへんやろ。こんなん納得できるわけあらへん。今谷さん、決闘に慣れとるんやろ。ほな、うちとも決闘してや。うちが勝ったら本音を吐いてもらうで。
もう本心を隠すのはやめるんや。作次郎、あんたもや。うちが勝ったら帰ってきた理由を言うんや。どんな結末になろうとも関係あらへん。絶対に言うてもらうで。こないな状況やないと、もう二度と言われへんかもしれへんで。もしお前が負けたら。負けたら作次郎と共犯やって白状したる。天領奉行の言いなりになったるわ。よい宮、その申し出受けよう。長官、支援に参りました。いいや、人じゃないのかよ。おいらたちに手伝おう。よい宮を一人で戦わせるわけにはいかない。瞬く間に逃がさない。よく見ておけ。パチパチ。ただものじゃない。長官、もっと増援を呼んできます。下がれ。あ、はい。ここには近寄るなと言ったはずだ。全員下がれ。は、申し訳ありません。お前という娘は昔の作次郎みたいに頑固だな。どうして俺たちにまだ話す余地があると思った？それは作次郎が帰ってきた時、あんたのことは言わへんかったけど、花火の注文をしたからや。あんたの父ちゃんと母ちゃんから作次郎とのことを聞いたで。そん時に分かったんや。この花火にはきっと特別な意味があるって。やったら話すことなどないちゃうやろ。孤独を感じるために花火を咲かすわけあらへん。実はずっと迷いを抱えながら帰ってきた。昔の考え方が変わったわけじゃない。ただ今の自分は現実から逃げてばかりだと思ったんだ。僕はモンドの自由を、リーユの契約を、スメールの知恵を、フォンテーヌの正義を見てきた。どれも僕にとって感慨深いものだったよ。稲妻を離れたことを幸せに思ったけど、その幸せに浸かる中、稲妻の鎖国令を知ったんだ。僕は逃亡者だ。でもその逃亡を英断だと思っている。そして僕が真になすべきことは、外の素晴らしさを稲妻に持ち帰ることだと気づいた。未だにここを変えたいと思っているのか？いや、もうそんな大層なことは思っていない。今はただあの時逃げた自分を恥じているんだ。君は逃げていないのに。僕の心にはしこりがある。君がどうなのかが気になった。そして運命に導かれるかのように帰りたいという気持ちが抑えられなくなった。俺は幸せではないな。ライデン将軍に憧れ、あのお方の言葉を胸に刻み、命令に従ってきた。だが今やっていることは、鎖国令に反するものを裁いたり、神の目を回収したりすること。こんなことのために天領奉行衆に入ったわけではないというのに、俺は正しいことをやっているのだろうか？船は見逃そう。え？お前をこのまま稲妻に残すことはできない。だからといって捕らえるのはもっとごめんだ。でもそんなことして上にどう報告するんだよ。俺を気にする必要はない。どうにかしてみせる。今の時代、国外にいる稲妻人が帰ってくるには複雑な手続きが必要だと聞いた。だが方法がないわけではない。お前に手を貸そう。それまでは外で待っていろ。道中死ぬなよ。安心してくれ、ケイスケ。また君と花火が見たいからね。ああ、また会おう。
左遷は避けられないだろうな。俺もいい年。Salut Kaz。何をしているんだか。ça va ça va。作次郎が逃走に使おうとした船だ。金製品臨時保管ということにして、部下たちにここへ運ばせておいた。作次郎をここまで追い詰めたのも、俺の計画通りさ。Tranquille, tranquille. 言う通り、当時の俺は決心できていなかった。だが、行動から俺の本音は漏れていたようだ。でも、それでええと思うで。その本音を全部口にすることで、心のわだかまりがやっと解けるんや。ああ、今ようやくわかったよ。礼を言う。お前は思ったより頭が回るようだ。俺の頭の中を覗かれた気分だよ。うちはあんたの両親と仲良しなんや。もう、そう、ジュワ・ゲンシン、そこまでさ、ジュプログラスソリストーディネズマ。あんたも優しい人やと思った。Et hâte de découvrir les nouvelles régions que moi j'ai jamais vues encore. Mais bon, je suis un peu kéblo par la quête de Yoimiya pour avancer sur la principale. そう、へこまんといて。さっき言うたやろ。作次郎が帰ってきて、すぐ花火を注文したって。Dis-moi, tu connais le jeu déjà de base ou Olay ou Pif sur Twitch? このまま納屋に置いとくのももったいなし。今回は特別や。あんたにやる。ありがとう。気にせんといて。花火大会に遅れへんようにな。さっきのヨイミヤ、すごく強引だったな。うちはおしゃべりが好きやさかい。Niveau 50 de quoi? Des personnages ou l'aventure? ずっと問題は残ったままや。それで、みんな、解決する機会を逃してまう。作次郎とケイスケは昔のようには戻れへんけど。あ、OK。Bah, dans les débuts, prends le temps, profites-en. Les cinématiques sont quand même belles. Il y en a beaucoup qui ne s'intéressent pas trop à ce que les personnages disent. J'avoue que je laisse beaucoup passer pour l'instant sans vraiment regarder parce que j'ai déjà vécu ces moments-là. Mais quand il y a un moment fort dans l'histoire, je porte beaucoup plus attention.Avec une pointe de nostalgie, sachant que je l'ai déjà vécu. T'es bloqué par l'AR du compte ? Ah ouais. Ah d'accord.Plus loin. Donc là, notamment, il va y en avoir un moment stylé, je trouve. Une belle cinématique. Un gars qui fuit et ils font péter des feux d'artifice. Ah, c'est stylé quand même. J'ai aucun ami qui a fait ça en fait. Ah, ça. Fond d'écran. Bah, fais gaffe à pas te faire spoiler si jamais l'histoire t'intéresse.Donné que sur mon compte, je progresse l'histoire principale. Mais mon tour de nourriture.
せや、最初に打ち上げられたやつ、あの金色の大きい花火は見たか？あれが父ちゃんに頼んであんたらに作った花火や。おお、ひときわ迫力があったから覚えてるぞ。それならよかった。あんたらの記憶に残るよう頼んだからな。どこへ行っても何があっても、不安を感じたり疲れたりしても今日の花火を思い出せることを願って、きっと時間が止まるほどこの花火はあんたらの心で綺麗になっていくことやろ。せや、あんたらもすっかりうちのお客さんやな。ほな、でも花火を見てる時の宵宮はまるで別人みたいだな。Mais c'est bizarre que t'aies que des niveaux 50 dans ton équipe alors que la R est si haut. C'est. Il va avoir clean la, les zones. Ouais. Ah, j'aime bien, bien l'humine. で聞かれたことあらへんかったし、大して気にすることでもないと思うてな。たまたま長野原家に生まれて、たまたま父ちゃんから技術を学んだ。ほんでたまたまみんなと知りようって。いや、どうしたんけ、大切な思いを花火に込めた。あ、まあ、c'est normal de jouer les personnages que tu veux jouer, mais c'est les filles ceux qui sont peut-être déjà build et peut-être plus adapté à te soutenir dans la situation que tu es actuellement. Et après, avec eux, avec les ceux qui sont prêts à être utilisés, tu farmes pour ceux que tu veux utiliser. Bon, bah ça c'est compliqué. C'est à toi de gérer si t'aimes ça, souffrir. Oh, c'est fini! Bon, c'est vrai que comment lui parler, on attendait juste une petite interaction. Allez, c'est tranquille. Du coup, ça m'a débloqué. Non! Map, pas la map. Pas ça. Et j'ai pas récolté, donc ça sert à rien que je veuille y aller. Voilà, là je peux y aller. Là, quatrième. Merci. Encore. Là. Voilà. Furina et Raiden. Cool. J'adore Furina, j'aime trop son chara-design et son comportement en général. Dans son trailer, notamment. Ouais. Ah, Furina, j'aime bien. Raiden, un peu moins. Pas trop ma tasse de thé. Ouais.
Elle doit être cool à jouer. Je l'ai pas sur ce compte-là, moi. Elle est sur l'autre, que j'utilise pas. Je la joue pas non plus. Mais compte collection de personnages, de ce moment-là, qui est pas utilisé. Ah, j'avoue que j'aimerais bien avoir la nouvelle, la huileuse. Bon, j'ai Bennett qui est très bien, mais... L'autre, je la trouve trop cool. La nouvelle. トーマが約束の時間に現れていないことを考えると、噂は本当だったのかもしれません。将軍様は千住百目神像の前で百個目の神の目のメガリ儀式を行うつもりです。そしてその百個目の神の目の持ち主、つまり公の前で目を狩られる対象となるのはおそらくトーマです。もしかしてトーマが言ってた天領奉行が準備してる儀式ってあいつのために準備されたメガリ儀式だったのか？おそらくそうでしょう。将軍様と天領奉行の者は百個目の神の目のメガリ儀式を行いメガリ霊の段階的成果を証明したいのでしょう。いけません、早く助けに向かわなければ。お前それも仕方のないことです。儀式がもう始まります。時間はありません。トーマをこのまま見捨てるわけには。彼は私の友人なのです。少し前までは皆さん一緒にいたのに。しかし、はい、あなた方のご無事を祈っています。安心しろ、アヤカ。友達の命に関わることだ。オイラたちは絶対に失敗しない。Ah, ouais. On va récupérer Thomas. Allez. Ok. Aussi, c'est une cinématique un peu cool. Ah, plus de travail et tout. Ouais, c'est la première fois qu'on la voit vraiment. La Shogun. Carrément la santé.
神の目がなくとも元素力を扱える。あなたは霊軍。霊軍、それは永遠の敵。心臓へとはめ込みましょう。Alors, on va se faire casser la gueule. Ah, aïe, pas juste. Oh, je fais même pas de dégâts, lol. Ah, faut pas genre juste survivre au début. De toute façon, je fais pas de dégâts. Si, je fais des dégâts. Oh, la vache. Petite bénette dans le vent, là. Ça prend juste pas de dégâts électriques, forcément. Je suis bien arrangé, moi. Faudrait bien le savoir. C'est déjà fait. Non, mais... Qu'est-ce que c'est? What the fuck? Ah... Je sais comment on fait. Je sais pas si ce que je fais a du sens. Évidemment. Mes pouvoirs élémentaires, on n'en finira pas. En tout cas, on n'en finira pas vivant. Voilà, ok. Vas-y, je survis. Il s'est fait rattacher.
我的血呀。リレーの対象。次は必ずや人たちよ。どうしてここで止まるんだ？忘れたのか？俺にとって木漏れ茶屋はこの辺りで最も安全な場所なんだ。だけどもう当分ここを出られそうにない。後のことは君たちに任せるよ。タタラスナに行って抵抗軍を探すんだ。俺の考えが正しければ幕府軍はすぐにお尋ね者のお触れを出すだろう。そうなれば俺たちをかくまってくれる勢力はそういない。しかし抵抗軍は例外だ。そういえば綾香が言ってたな。確かサンゴノミヤによって設立された反メガリレーの組織だろ。そうだ、渡積島の荒人神の巫女サンゴノミヤココミによって組織された。今はその部下のゴローによって率いられ幕府軍と交戦を繰り広げている。だが我々サブ業は抵抗軍と密な関係を持っているわけじゃない。互いに信用していないからな。しかし君たちは違う。俺から見れば抵抗軍が君たちを断る理由なんてない。唯一不安なのはここしばらく抵抗軍の具体的な位置が分かってないってことだ。行く途中でそれを探る必要がある。その間幕府軍の領地も超えることになるだろうから気をつけてほしい。安心してくれ、隠れるのは得意なんだ。そうやすやすと見つからないさ。これ以上グズグズしてると天領奉行の人が追いついてくる。オイラたちも早く出発しよう。うん、なんだレジスタンス。J'ai pas vraiment de télé par là-bas.Après la réputation à Inazuma, que je peux aller récupérer des trucs. En tout cas. Dans tous les cas, je vais m'arrêter ici pour ce live-là. Donc, merci à tous ceux qui sont passés et à tous ceux qui ont regardé l'Ardif malgré les bugs. Je vous dis à la prochaine. Ciao!